トマス・ゲインズ・バラが、ギャリックの肖像をデイビッド・ギャリックは18世紀、イギリスの俳優、劇作家、劇場支配人。イングランド西部ヘレフォードのワイドマーシュ通りにある、宿屋に生まれる。先祖は、南フランス・ラングドック地方のユグノーだったが、祖父の代になって、なんとの直令の廃止に抵抗し、イギリスに移住する。父は、陸軍の船長として1年のほとんどは、 ジブラルタルに駐在していたので、子供時代のデイビッドと兄弟姉妹は母の実家があるリッチフィールドに住んでいた。19歳の時にリッチフィールドグラマースクールに学んでいたデイビッドは、サミュエル・ジョンソンが設立したエディアル・ホールスクールに入学した。この学校が閉鎖された1737年に、ジョンソンと共にロンドンへ向かい、 弟と共同でリッチフィールドとロンドンを結ぶワインショーを始めた。1740年ドルリー・レーン王立劇場で風刺劇零 0.1c 日陰のイソップイソップ・イン・ザ・シェードに初めて出演し、その年のうちにグッドマンズ・フィールド劇場の一員として働き始めた。たちまち俳優として頭角を表し、 1746年から1776年まで、ドルリー連合立劇場の支配人を務めるまでになる。シェイクスピアの悲劇の登場人物を演じさせると、東大一と歌われ、その名声はヨーロッパに広まり、特にドイツでは1770年代後半に、ギャリック旋風とでも言える現象を引き起こした。ありがとうございます。